アラがとさんこんにちは。ゆずひこです。それでは今回なんですけども、D 払いで D ポイント20%還元、9月と10月もキャンペーンが開催ということで、ちょっと噂をされていた D 払いのキャンペーンが発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。ということで、早速こちらですね。D 払い20%還元キャンペーンということで、D ポイントが20%還元されるということになってます。で、D 払いがここに来て、本当に一気に追い込みはかけてきてますね。 早速、詳細なんですが、これまでの D バライのキャンペーンとちょっとだけルールが変更されているので、まあそれも踏まえてお伝えしたいと思います。まず、専用ページでエントリーが必須となっていまして、まあこのエントリーに関してはどこでするかは出ていませんでしたが、一応専用のリンクもしくは D バライのアプリどちらかですると思います。で、エントリー期間は9月の9日から10月の14日まで。そして、キャンペーンの期間は9月の14日から10月の14日までとなっています。なので、来週の土曜日からということになっていますので、 多分、いつもの日曜日のまとめ動画でもまたリマインドしたいと思います。次に対象のお買い物はということで、D 払いの加盟店の街のお店やネットのお店ということになっています。まあ、以前のようにコンビニだけというわけではないので、かなり幅広く使えそうですね。そして、下にも出ている通り、Amazon でも D 払いは可能ということなんですが、こちらはドコモのユーザーの方のみということに限るんですが、 Amazon でも今回のキャンペーンの対象となっています。なので、Amazon でお買い物をして20%還元を受けることができるので、めっちゃドコモユーザーの方お得ですね。次に、対象外の加盟店となってまして、まあ、これは D バラに対応してませんよということなんですが、まあ、例えば、ラクマですね、とか、あと、無印良品ネットストアとか、はがきデザインキットなどなどということですね。 そして今回ちょっと変更点があったのはこちらの上限ですね。まあ、確か以前は1回あたりの上限って多分なかったと思うんですが、もし間違ってたらすいません。今回は決済1回あたり1000ポイントとなっていまして、なので5000円分のお買い物をしたらマックスで一度に1000ポイントがもらえます。なので一度に5000円以上のお買い物をしても1000ポイントまでしか入らないので、ここは注意が必要です。 そして、キャンペーン期間中の上限として3000ポイントまでとなっていますので、何度か決済を分けて合計して15000円まで使ったらマックスポイントをもらうことができるということですね。ちなみに、ポイントの申請時期は2019年の12月16日以降となっています。ちなみに、D 払いでは最大27%のポイント還元が可能な D ポイントスーパー還元プログラムや、このキャンペーン期間中プラス、金曜日や土曜日であれば最大25%の還元を受けることができる キキャャンンンンペペペーーーもあるののででこちらに関ししててはジ詳細を確認してくださいそして、やっぱり D 払いの魅力といえば、クレジットカードと紐付けして、ダブルで得点をもらうことができるというところですね。まあ、3D セキュアに対応しているクレジットカードに限るんですが、もしこちらのイオンカードをお持ちであれば、イオンカード20%キャンペーンプラス D 払いの20%で、実質40%の還元も可能なので、その組み合わせで使うのもいいと思います。まあ、イオンカードは9月の24日から30日 日ままででののの間間がキャンンペーンの期間となっててすのでここは注意してくださいちなみにイオンカードと連携する場合は場合によってはキャンペーンの対象外の項目に入っていたりする場合もあるので必ずキャンペーンページやサポートセンターで事前に確認することをお勧めしますちなみに現在三井住友カードの20%還元もあるのでもしこれと連携が可能であればもしかするとダブルで得点が取れて実質こちらも40%の還元が可能となりそうですね そんなこんなで今回は D 払いの D ポイント20%関係についてお伝えさせていただきました。日にち的にはちょっと先になるんですが、増税前にスマホ決済の各社がかなり追い込みをかけているので、ご自身の身の回りにあるお店が D 払いに対応していればぜひですね、キャンペーンページをしっかり確認した上で利用してみるのもいいと思います。ということで、本日の動画は以上です。ご視聴どうもありがとうございました。